コスタスアデトクンボデトクンボ1997年11月20日体はギリシャ出身のプロバスケットボール選手 LNB のアスベルバスケットに所属しているポジションはフォワード同じプロバスケットボール選手である兄のヤニスとタナシスは NBA のミルウォーキーバックスでプレーしている2018年3月22日大学では1シーズンプレーしただけで2018年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを発表し、5月4日には NBA ドラフトコンバインに参加した。2巡目全体60位でフィラデルフィアセブンティシクサーズに指名され、その直後にダラスマーベリックスにトレードされた。2019年7月22日、ロサンゼルスレーカーズがウェーバー工事されていたアデトクンボと契約した。 シーズン中にウェイ契約選手としてプレーし5試合出場した。NBA バブルにも参加し、自身初の NBA チャンピオンを獲得し、ギリシャ生まれの選手として初の NBA タイトル獲得となった。2020年11月26日、レイカーズと再びにウェイ契約を結んだ。2021年7月16日、コスタスはフランスのプロリーグ、リーグ、 ナショナルバスケットボールのアスベルバスケットと契約を結んだレギュラーシーズンありがとうございます。